なんて言ったらいいの？なんて言ったらいいの？ なんて言ったらいいんだよ。皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、一色のアイシャドウだけでアイメイクを仕上げてみました。で、リクエストでですね、一色のアイシャドウでアイメイクがしっかり決まるアイシャドウをご紹介してくださいっていうありがたいコメントもいただいて、あ、そのなんか企画面白いなと思って、今回いろいろ1週間半ぐらい、まあ、10日間ぐらいかけてちょっと探してみました。その際に1色のアイシャドウでグラデーションを作るやり方、私流なんですけど、それもご紹介しているので、まあ、気になる方は最後まで見てみてください。それではどうぞ。まず1色で仕上げるには、なんか使いやすい色っていうのはやっぱりあって、個人的になんか明るい色もすごくいいとは思うんですけれども、濃淡がつけづらいので、グラデーションしづらいので、やっぱりちょっと濃いめの色だったりとか、メインカラーちょっと派手めな色が多いかなと思います。個人的にはね、全部ね、どれも好きなカラーなので、まあ、見てみてください。ではまず最初に唯一1つだけリキッド系です。いろいろね、リキッド系を試してみたんですけれども、このキスのエッセンスクリームアイズっていうアイシャドウです。これが一番良かった。グラデーションもしやすかったし、こうメインカラーにもなるし、だけどしっかりこう深みを出してくれるようなカラーで、こういった感じのカラーです。これは今何にも伸ばしてない感じなんだけれども、伸ばしてみるとこんな感じで、ちょっと深みのあるメインカラーにもなるようなカラーに変化していきます。で、これクリームタイプなんだけれども、ブレンディングブラシとか普通にブラシでやってあげると、ほんと綺麗なグラデーションになったので、個人的にはすごくおすすめです。こんな感じ。ちなみにグラデーション作ってみると、まあ、全体的にこういう風に伸ばすじゃないですか。こんな感じで伸ばしたら、グラデーション作りたい、ちょっと濃いめにしたいところに少しタップします。で、これブラシでもいいんだけど、リキッド系なので指でも OK です。こんな感じで、こういった感じでですね、やっていくとどんどんグラデーションになっていきます。多分こっちよりこっちの方が少し濃いかなと思います。で、こういった境目を何もついてないブレンディングブラシとかでこんな感じでぼかしてあげると、すごく綺麗なグラデーションになると思います。で、次は偏光パール系をご紹介していきます。偏光パール系は本当に一色で綺麗に仕上がるので、今回私がこういう風につけているのも偏光パール系になります。シルバーに見えたりブラウンに見えたりっていう偏光パール系のアイシャドウをつけています。で、今回使ったのがこれです。ナーズのデュアルインテンシティアイシャドウの1931番のカラーで、こんな感じのカラーです。で、これはブラシに水を含ませるとまた違った発色をするので、すごい面白いアイシャドウなんですけど、今回は何もこう水につけずにのせています。こっちがナーズで、こっちがさっきのキスです。こっちの方がどっちかって言ったら、外がうるさい、ちょっと外がうるさいんだけど、これと比べてみると、こっちの方がなんかこうコーヒーっぽい感じの色で、こっちが少し赤みのあるカラーかなと思います。そして次がこちらのカラー、ニックスのプリズマアイシャドウなんですが、こちらのカラーが13番のカラーです。わかるかな？緑のラメとちょっと赤みの入ったね、ブロンズカラー、まあ、さっきのと似てるけどラメの色がちょっと違いますね。こんな感じです。手にのせてみます。これはね、粉質がすっごく柔らかくって、すっごく発色がいいので、もうこれは絶対ブレンディングブラシでのせないとマジでやばいことになる。うわ、どう？こんな感じ、やばいでしょ？けどめちゃくちゃ綺麗でしょ？で、ブレンディングブラシで伸ばすとこんな感じで赤みが増えるっていう感じかな。こんな感じ、キャー、かわいい。だけどね、ほら見て、ブレンディングブラシもめっちゃ汚くなる。で、しかもこれはすごくプチプラで安いので挑戦しやすいかなと思います。ただ結構勇気がいるカラーなので、まあ、好きな人は好きかな。うん、そんな感じで、最後偏光色こちらです。エチュードハウスの Look at my eyes の RD の305番です。これもね、ブラウンに見えるじゃないですか。だけど RD っていうことで赤なんですよ。赤に緑のラメが入っています。かわいい。手にのせてみると、こうニックスのアイシャドウよりは発色は弱いんですけれども、程よい発色です。ほら、
こんな感じ。あんま緑わかんないんだよね。ブレンディングブラシでぼかしてみると、オレオレ、こういう風にね、綺麗にぼけてくれます。こんな感じ。上がちょっと濃いめにつけて、下が薄くなっていくみたいな、こんな感じのグラデーションができます。はい、そして最後ですね、最後はこれです。エクセルのディープシャドウのコパーブラウンです。これは偏光パールとかではないんですが、こんな感じのね、すっごい発色のいいアイシャドウです。これもね、結構ニックスのアイシャドウと似ていて、マジで発色がいい。こんな感じ、綺麗なブロンズカラーですね。なので私はのせるときは基本的にブレンディングブラシでのせることが多いです。伸ばしてみるとこんな感じでぼけます。なのでここの境目とかを結構ぼかしてあげると、綺麗なグラデーションができるかなと思います。こっちが濃くってこっちが薄くなっていく感じですね。以上が私が持っている単色アイシャドウの中で1色だけ使ってもアイメイクがしっかり決まるようなカラーをご紹介しました。それでは次にですね、今やっているこの単色アイシャドウ1色を使ってアイメイクしてみたので、よかったら見てみてください。それではどうぞ。ではまず最初にキャンメイクのラスティングマルチアイベースを塗っていきます。こういう風に米粒台取って、指でまず広げていきます。そしてポンポンポンという感じで薄く伸ばしていきます。ん？なんか今日目やばくない？何？なんかついてる？血色が悪いのかな？なんか今日目の周り黒いんだけど、なんで？わかんない。まあいいや。そしたら今回はこれを使っていきます。 NARS のデュアルインテンシティアイシャドウの1931番。こんな感じのカラー、ちょっと使ってるからちょっと汚いんだけど、この1色でグラデーションを作るには、まず最初に私はこういった普通のブレンディングブラシは必須だと思います。ブレンディングブラシにこういう風にちょっとたっぷりめに取って、まあ、発色にもよるんですけど、色を調節してですね、ふわーっとのせていきます。そしたらブラシを変えて、今度は平筆ですね、平筆に取っていきます。まあ、どんなグラデーションでもいいんですけれども、まあ、今回は横割りのグラデーションにしていこうと思います。平筆でこういう風にですね、タップしていきます。少し濃いめにのせます。そしてこの横割りのグラデーションにした、ここら辺はラメが結構ついてると思います。でこの境目を、何もついてないブレンディングブラシか、まあ、さっき使ったブレンディングブラシでしっかりこういう風にぼかしていきます。そして下まぶたのせていきます。柔らかめのこういったちょっと細身のブラシにとって、まあ、目尻3分の1に普通にのせます。乗せたら次は先の方だけちょん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 とつけて、細めに乗せていきます。この辺まで。はい、これで単色アイシャドウでグラデーションの作り方の完成です。ではアイラインを引いていきます。アイラインは最近いつも使っているキャンメイクのラスティングリキッドライナーの2番を使います。はい、ではアイメイク完成したので、もうあとは適当にメイクしていこうと思います。今回使うハイライトはこの前買ったばかりのキャンメイクのハイライターの6番、これを使います。本当にこれ超ナチュラルなので大好きです。この目の下と
鼻筋、あとは眉下、ちょっとこう太いな。でお好みでここの目頭のところだったりとか、あとは涙袋のところに入れても、これはすごくこのカラーナチュラルなので、まあいいんじゃないかなと思います。まあけど今回は単色アイシャドウでメイクするっていうやつなので今日はしません。でチークはこのいつも使っているニックスのベイクドブラシの11番、シフォンってカラーですね。これをのせます、斜めに。はい、では今回使うリップはフーミーのブラウンを使いたいと思います。こういったカラーです。で少しこのリップは秋冬っぽい感じになるので少しだけティッシュオフします。ちょっと抜け感が出たと思います。はい、髪の毛もセットしてきて完成しました。いかがでしたか？まあ、少しでも参考になったら嬉しいです。でブラシを変えるだけでこう一色のアイシャドウでグラデーションができたりとか、いろんなメイクができるので、まあ、参考になったら嬉しいです。まあ、自己流なんですけど、で個人的にあったらいいなって思うブラシはやっぱりブレンディングブラシ、まあ、ちょっとさっき使ったやつだから汚いんだけど、ブレンディングブラシは1本あったら本当に便利なので、ブラシを探している方がいらっしゃいましたらブレンディングブラシ見てみてください。私が今回使ったブレンディングブラシが6プラスのなんかセットのブレンディングブラシを使いました。6プラスとかはすごく手に入りやすいのでチェックしてみてください。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでぜひチェックお願いします。セカンドチャンネルも更新したので見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。